ボリュームある体に憧れてたけど痩せろって言われてて、でまあ痩せてみたけど、でもその似合わない体型になれって人から言われてなろうってして、結局いけてないじゃんみたいな。アメリカに引っ越してもうほぼほぼお金がないところからスタートしたんですよ。だから100円のバスもほぼ乗らないで、一個一個オーディションのところにノックして入れさせてくださいって言って、たまにすごい怒鳴られるけど、向こうのオーディションに行ったモデルたちすごい運動してるっていう体をしてオーディションに来てて、あ、モデルなのにこんな鍛えてるんだとか、こんな日焼けしてるんだとかで、まあ、ジムにいる女性たちもめっちゃ筋トレしてて、アメリカ行って帰ってきてもっと自立した強い女性がメディアとか出るようになるんだろうなと思って帰国したら、全然そんなことなくて、私はどんなに口で筋トレしてる女性は強くて内面も強くなるよとか言っても、自分がそうじゃないと説得力ないし、で私がこう思ってる理由は明確にそうなってる人を見たから、だから私がそうならないといけないと思って、その他人任せにしても変わんないから自分でやらなきゃいけないっていう責任感から全部スタートしたんです。で本当に何もない空間で自分が進みたいルートを作ればいいんじゃないかなと思って、ライフスタイルモデルって何なんですかとか、どこから持ってきたんですかとか言われるけど、アイディアをアメリカから持ってきただけで何もないものを作ってるんですよ日本で。でないものもあるんだよって今まで聞いたこともなくて、なかったものが新しく作れる時代だからいいものだと私は信じてるから、だから胸張って返せる、なんか待っててよみたいな、めっちゃいいの来るから